前々から気になってたこの京成さんの広告の、あ、京成さんじゃないね、新京成さんの広告の体を一部を やっと運よく松戸で見ることができたんで撮影しておきます。これね、元がピンクですから この際どいところ、この部分、わかんのかな。これは元のピンクなんですよ。こっちは広告のピンク。車両ごとに色違うんですよね。じゃあちょっと撮影します。松戸駅もそろそろホームドアついちゃうんで、なかなかね、新京成さんを撮るのも難しくなっちゃうかもしれないです。こういうふうに、工事中ですからね。ピンク、ブルー、イエロー、その後かけて私もわからないっていうね。信号本当に青かよって言われちゃうんで。青でしょ？待て待てー。体大事故をね、前々から撮りたかったんですけどね、なかなか機会なくて。そもそも神経性さ、あんま乗らないんでね、ちょっと入んないでよ。こんな感じ。ですよ。松戸駅の何番線、これ1番線かな、ここ常磐線の本線、今連絡2番線1179の車掌へ本線ですけど、ここね、改修されて今固めてる感じですよね。固め終わったのかな。あ、じゃあ特急来るんで撮影します。めっちゃ早いですから、まあ見ててください。水戸行きですけど、ここで水戸行きですけど、前5両は土浦と前。今、指を怪我してるんで、ちょっと痛いんですよね。爪がちょっと剥がれかかってですね、痛いんですよ。そんなこんなでちょっとブレちゃいました。すいません、お疲れ様でした。はい、今こういう風に軌道がまだ補修したっていうか、まあ打ち直した後っていうのか何とも言えないですけど、こういう風にですね、施工した後なんでまだ固まってないんでしょうね。あ、まあ電車速いですからね、応力がこうかかるんでしょう。補強してあります。ほら、ほら、絆創膏ですよ。はいはい。